今日は定期公演と29日の定期公演と30日のジャパンアイドルスーパーライブのリハでした。お疲れ様でした。そうです。ちょっと待って、頭がね、まだ頭がまだとか言って、頭がまだね。そうそうそう、そんな感じ。今日はめっちゃ踊ってきた。今日はめっちゃ踊ってきた。よいしょ。あれ、リオンは、リオンの配信ってもう終わったのかな。まだか。昨日はまさか全員配信するとは思わなくてねえ、全部見てた人は大変だったかなと思うんですけどね。全員やると思わなかったわ。嬉しいね。でもなんかそう、多分5人やるからってなってさ、私もやろうってなった、私もやろうってなった。ガチガチ全員リレーをやりたい今度。こんばんは、こんばんはこんばんは。前髪が、こんばんは、こんにちは、タグ、ありがとう、ありがとう。いやさ、お疲れさん、ありがとうございますやばい、ありがとうございます。そうだね、あと4日だね、4日だね、あと4日です。頑張っていきましょう頑張っていきましょう。てかね、さっきローソンでね、なんかね、 TikTok で話題になってるドーナツを食べたTikTok で話題になってるドーナツを食べた。スーナさん、ありがとうございます。こんにちは。あともう一個、なんだっけ、あ、そうだ、ブログ載せましたね今日は。あとファンクラブの動画も上がってます。ブログはあれ載せた、あの渋谷ビジョンの写真をちょっと自分で撮ったやつ載せてなかったなと思って載せました。なんかブログのリプ欄に感想書いてくれてて嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございます。そう、渋谷ビジョンのあれさ、なんかどこに立ったらいいか分かんなくて、こう試行錯誤してもらったんだけどさなんか足が長すぎて化け物みたいになってたのいや、こんな等身じゃないみたいな。足がね、すんごい長くなってたから、こう頑張って足を短く加工したんだけど、なんかちょっとそれでもなんか顔がめっちゃちっちゃい、ちょっと難しい。ブログの私服可愛すぎた。なんだろう、あれ、この全身のやつか。うん、あの日はね、そうお姉ちゃんと遊びに行く日だったので髪の毛巻いて行ったわそうだわ、そうだった。ありがとう、しんちゃんさん、ありがとう。えいじさん、ありがとうございます。ラマジさん、ありがとう。なべ猫さん、ありがとう。あついさん、ありがとうございます。5月の定期公演申し込んだ。嬉しい。なんだろう、あれかな、10日、違うか、19日かな。楽しみ、やばい、
楽しみ。そうだね、ちょっともうスタートしてますね。もうスタートしてますね、受付今日から。そうですね、フリーライブはどうすんだろうね、どうなったっけ。ちょっとごめんね、まだ見てないです。ちょっと見てないですけど、ちょっと調べときます。ちょっとまだ見てないので。ロバさんこんにちは。リオンちゃん10時から、あ10時からありがとうございます。10時サブラさんこんにちは。ロバさんありがとうございます。スダさんありがとう。全員配信鬼確かに大変だわ、全部見てる人大変だわ。全員配信ね、全員してたら面白いよね、面白いよねとか、ガチ全員リレーしよっかな。今日はなんか爽やかな感じ。そう、あのあれだから、夏仕様だから。いや夏仕様なのかな、もう暑かった、びっくりした、びっくりした、暑っと思って。この上にさ、あの薄めのジャンバー着てさ、あの出かけてるんだけど、おっつみたいな。もう暑いね、やばい、もう早くディズニー行かないと、早くディズニー行かないと、もう眩しすぎてさ、なんか暑すぎてさ、外歩けない時期になっちゃう。早く行かないと、早く行かないとね、早く行かないと。スーダさんありがとう、タクありがとう、ありがとう、ロバさんありがとうございます、ありがとう、お疲れ時間でお疲れだ、ありがとう。よかったね、あのあと4日、え今日25だよね、ちょっと怖い。そう、あと4日ってことでした。そう、4日はやばい、あと4日ですね、あと4日、あと4日だって。そう、フリーライブもう人が集まらないとじゃなくて、集まるといいなって思いますね日曜日だから、うん、日曜日なので、どうだろう、お仕事お休みだよって人がいたら、ぜひにね、ぜひにね、なんかまあこんな、まだねあれだけど、来月だけど、もうすぐだね、定期公演いっぱいやらせてもらってるから、ちょっとずつ慣れてきてはいるんだけど、慣れてきてはいるんだけど、もう6回やったもんね。で6回やって5回ジールシアターでやったのかも。まあね、見られるようにまずは慣れてきて、初見ですか、んダーさん、はじめまして、こんばんは。めっちゃ髪ボサボサだけど、髪ボサボサだけど、こんばんちか、こんにちか、話題になってる、なんていうんです、なんかね、パンのコーナーに言ってるやつなんだけど、ドーナツがめっちゃ話題になってた、そのカスタード入ってるやつ、美味しかった、ミスドのさやつみたいだった、一緒のやつみたいだった、マジマジじゃん、甘かったけど美味しかったポンデリング食べたい、家の近くにポンデリング売ってほしいポンデリング好きだから。高島さんありがとう、ありがとうございます、ありがとう、こんばんちーくちゃん、こんばん、9等身ぐらいだったね。え、だよね、もうさ、あれさ、加工した方なんだけどさ、ちょっと実物はね、5、6等身なんだけど、いや、もっと、え？ 5 等身ぐらい？
多分実物ご当身ぐらいなんだけどさ、すごいことになってて、そうそう、なんかちょっとあの写真なんかちょっとツイッターにあげようと思ったんだけど、なんかなんかちょっとなんか比率がって思ってちょっとブログにしました。勘違いされたら困るから、そうツイッター見てさ、めっちゃ冴えるよって思われたら困るから、困るのでブログになりました。 TX さんありがとうございます。高島さんありがとうございます。ありがとうありがとう。いけさんこんばんは、こんばんは。アロマさんありがとうございます。ありがとう。猫の隣の T シャツが、あの T シャツさお気に入りなんだよ。あれマジでずっと着てる、マジであれずっと着て、もうやっぱうちの猫がそろそろ2歳になる、でも猫がそろそろ2歳になるのでそろそろ会いに行こうと思います。楽しみ。やばい、もう2歳だって、もう猫があんなにさ毎日頑張ってるからさ、やっぱり私も頑張ろうって思うねえ、ちょっと会いたいわそろそろ。5月誕生日、猫5月誕生日楽しみ。メロイさんこんにちは。レンタルさんこんばんは、エイジさんありがとう、ありがとう。29日時間があればいいけど多分できない。あ、全然無理せず、全然無理せず、全然無理せず、ありがとう。タコちゃんこんばんは。5月定期公演受付初めて出受けた。あ、おお。なんかでも正番とかないんだよね。ないんでしょ。ないんだよね確か。あれあるんだっけ今抽選か。あ、ファンクラブの人は席決まってるのかな、違うか。なんか未だに分かってない、うちらそのシステム席のシステムだけちょっと未だに VIP しか知らないんだけど。てきこえもじこんありがとう。お昼はあれだよね、お昼は別に申し込みするわけじゃないんだよね多分。もう熱中症気をつけて、明日めっちゃ暑い、うんやば。でもさ雨じゃなければいいわ、雨の時期に入るんでしょどうせ5月は大丈夫。雨降んなきゃ私嬉しいけどな。でもちょ日焼けするからマジで、日焼けするから焼けするからマジで頑張る。ちょっと焼けたくない、マジでマジで焼けたくない、本当に。ちょっと外なるべくマスクしてるもん私、なるべくマスクしてるもん。そろそろ C のファンタジースプリングス始まって、何それ何それ、何のイベント、何のイベント、何それ、なんかすごいやつ。でもね私ランド行こうと思ってた。ランド今さドナルドだよねランド行こうと思ってた。楽しみ楽しみ。暑くなったので半袖衣装復活するのかな。あーでもね、あの未完成の衣装はなんか元に戻らんるわけではないらしい確かだから多分半袖になるとしたらまだまだ先な気がするな、7月とかな気がする、まあ、とりあえずさ室内だからさちょっとこっちがもう汗かきながらちょっと頑張るみたいなね感じですよね。やば緊張する、うん、何が、あ、うん、だってこの前のさ全曲が終わったタイミングでさ写真タイムに入るじゃん、だからめっちゃ赤いの、なんか暑くてめっちゃ赤い状態でなんかねそうめっちゃ赤い状態なわけ顔が
暑くてなんかちょっとすごい赤い人みたいになってた。私さ、みんなあのチークをするじゃん、赤くするやつ、ほっぺを、あの日焼け止め、日焼け止めでちょっと白くなるからなんか赤くするんだけど、私しないのね絶対。白い状態でステージ上がってんの、今日もしてないけど、白い状態でステージに上がってんのに終わる時には真っ赤なんだよね。歌い方かな、そう、なんか歌うとなんかこの辺になんか血が昇るのか叫ぶからさ、叫ぶからっていうか、なんかわかる、大きい声出すと多分血が昇ってさ、めっちゃ赤いんだよね。だから絶対チークしない。でも赤かった、びっくりした、みんなが上げてくれた写真見て。やばい、めっちゃ下がっちゃった。あ、これか、どの乗車大丈夫かな。いや、ちょ、まだなんだよね、本当にまずい。ちょっとでもこれもうね、あの耳鼻科とかじゃなくて花粉症とかじゃなくてね、なんか単純にうちゃ単純になんか歌いすぎ的な喉の壊し方だったから、ちょっとあんまり今リハとかやってるけど、あんまり歌わないようにするぐらいしかちょっと今できることがない。時間が経つのをちょっと待ってる。そう、4月29日祝日だもんね、仕事だけど。あ、そうなんだ、そう、祝日だから学校ない。イエーイ、なべなこさんありがとう、サフランさんありがとうございます。ランドも混む、いや、ランドも混むのか、そうなんだ。まあ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 いいでしょう、まあいいでしょうとか。そう、でもあんまり乗り物ね、何乗ろう、あんまりあの上下運動のないやつに乗りますあんまりね、上下運動ないやつ。そう、行こうって約束してたんだけど、リオンがめっちゃ乗れる人で、花があんま乗れない人やからどうしようかなってちょっとなんか私多分ね、本当は乗れる気がする、乗ってないけど、本当は乗れる気がするからちょっと乗ってみようかなって思って、なんかに。でもこの前久しぶりに行ったからめっちゃ怖かったわ、浮いてるみたいな。あのアラジンの絨毯のやつ乗ったの、あ、 C でね、そう、去年 C でアラジンのやつ3年ぶりぐらいだったから、でもディズニーがなんかすごいみたいな、すごいって思いながら。あとなんかあの水の中を流れる系のやつあるじゃん、あのゆっくり進むやつ、シンドバッドかなあれさ乗ったんだけどさ、普通にさ気づいたら寝ててさ最悪だよね。もう暗くなると眠くなるんだよね、普通に。もう最悪だよね、もうなんか終わっててさ、なんかマジで最悪だよね、本当に。なんか寝てた気づいたらいや、もうディズニーの前日楽しみすぎて寝れないからさ、最悪でした本当に。かわちいかちゃん、ラマジさんありがとう、ありがとう、ゆずたんありがとう、ありがとうございます。定期公演慣れてるとはいえ生谷かしかさ、そうなんだよね。そう、なんかさ、定期1月の定期とかもバリバリ喉声出なかったんだけど、あの歌入ってたから大丈夫だった、入ってたから喉調子悪いですって言って、じゃあちょっとその多めに入れとくねみたいな、できてたんだけど、もうできないからもうあの音外しまくるしかなくて、ちょっと本当にこの前のはちょっと見苦しかったかなって思って、ちょっととりあえず喉休めてるようにしてる。ポンデリング専門だって思った。え、本当にポンデリング好き。ミスドのさ
ミスドだね。ミスドの食べ放題ってあるじゃん。え、でもあれは自信ないわ。あれは自信ない。え、大食いではないかもしんない。え、でもちょっとだけ気になる、ミスドの食べ放題。そんなさ、食べないんだよね多分。結局食べないんだよね多分。本当に、あついさんありがとう。こんばんは。てんさんこんばんは。猫好きさんこんばんは。お台場もなんとかこんとか。お台場さ、あれ以来行ってないんだよね。私行きたいな。なんかでかい建物大好きマンだから、マジでお台場のさ、ダイバーシティでかい建物大好きマンだから、あそこも行きたいんだけど、そう、行かしてもらえなかったんで。そう、あの時ね、夜遅かったしね。そう、行けなかったから、ちょっと行きたい。イオンモールマジ楽しみ。イオンモールマジ楽しみだわ。マジで楽しみ。早く行きたいとか、ちょっと子供だからさ、もうでかい建物大好きマンだから、本当にちょっとね、本当に。こんばんは。猫の誕生日たんやけど、猫の誕生日は何だったかな。チュールかな。あのこうガラガラしたご飯もあげるけどさ、なんかちょっといいやつちょっといいご飯をさ、美味しいご飯をあげるみたいな。いや、なんか猫が食べれるケーキとかあるけどさ、ああいうの結局美味しくないんじゃないかなって思うね。今年はあのちいかわの猫ハウスをお誕生日プレゼントにしようと思います。あ、これ秘密ね。まだちょっとうち猫に言わないでね。まだ言ってないから。そう、でも猫ハウス、ちいかわの猫ハウスを買って次実家に帰ろうと思ってます。サプライズだからちょっとまだ言っちゃいかんけど、楽しみ。そう、当日は多分会えないので、当日はそういないので、私19日の日も行く。お、楽しみ。ちょっと待ってます、フリーライブね。北順、あー、そうかやっぱりお披露目もそう。北順、あれあれも北順か、並んだのかな。野外は雲がいい、確かに。いや、でもムサムラフェスは多分お外だと思うけど、どんな感じなんだろうね。いや、もう日差し浴びながらもさ、気持ちいいのかな。ちょ、わかんない、マジでわかんないけどね、どうなんだろう。でもお外の気がしたからちょっと緊張する。え、めっちゃ声枯れんのかな、暑さでさ、あの乾燥するみたいな。喉の水分さよならだよね、本当に。5月7日に5月の定期公演の打席だ。おー、そうなんだ。席はおそらく、おー、そういうことね。あ、そういうことなんだ。なるほどね。一応好きな席なんだ。え、でもさ、こう並んだらさ、左から詰めていかないといけないでしょ多分。そういうわけじゃないのかな。そういうわけじゃないのかな。こんにちは。こんばんは。未完成の反省。え、なんか半袖だったのを長袖にしてもらって、お披露目が外だったから長袖にしてもらって、で袖ちぎれると思ってたんだけど長袖になってたみたいな。そう、袖ちぎれると思ってたんだよ私は。袖ちぎったら元の服に戻ると思ってたんだけど、そうじゃなかった。普通に長袖に変わってた。ジャキって切り落として長袖を多分つけてくれてたんだ。すごい。
すごいよね、すごいよね。私も最初将来服作る人になりたいなとかも昔思ってたんだけど無理だわだからミシンとか使えない、使えないわ。すごいよね、すごいよねとか、すごいよね。テンさんありがとう、ありがとう。喉大事に、お、ポンポンも咳してた。え、今日あったわ、ポンポンに。ポンポン今日大学どうだったって言ったら、え、いつかまた学校行ってないのって言われて、えっつってまあねっつって、あれ見なそうな衣装なんとかしてそうね、あれね、あれブラウスとジャケット入ってる、まあの衣装マジで可愛いよね。あれはマジで可愛いのと、やっぱアイラブユーの人が可愛いってなったのはさ、マジで可愛いって なるんだけど、でもさやっぱ未完成の衣装が可愛いってなる時とでもあ、でも一番熱いのはあのカバー曲衣装な気がする。私はそこまでなんだけど、まあ、ニット着てるから一応熱いんだけど、私はそこまでなんだけど、花とかはかなり冬の分厚いの着てて、分厚いの着てて、でルチャに関しては、あ、57分、ルチャなんかあのブラウス着てニット着てジャケット着てるからマジで熱いと思う。意外とあれが一番熱いの、花のその分厚いカーディガンとルチャが I love you より熱い気がする、そんな気がする大変そう、あれは夏は着れないね、着れないね。57分ね、ちょっと待って、シンドバート寝ちゃうの分かる、え、本当に分かる、眠くなるの分かる、本当にガチで寝てるからね、こっち。しかもお姉ちゃんも寝てんの隣でさ、なんかこう見ててさ、なんか人がこうやって動いて、まあ、すごい技術だなって思いながら、なんか気づいたら、え、そんなことあるみたいな。 YouTube で大食い企画もあって、え、やりたい、もん勝手にやるよ TikTok とかでいやでもさ、そんなになんかさ、めっちゃ行きたがるの、めっちゃね、あのめっちゃ食べ放題行きたがるの、なんか私でも多分そんなそこまで結果出してない、今までそんな、そうそう、そんなそんななくせにね、57分、やばいやばいやばい、うちの近くの仲いい野良猫にやばいやばい、バレるってバレるって。モーリアさんかわいい、ありがとうありがとう。ちょっと待って、あのね、ちょっと時間がね、読みます、今日は切れるから。59分、やばい。13位、テンさんありがとうございます。12位サフランさんありがとうございます。11位イズタンありがとうございます。10位ロバさんありがとうございます。9位カリキャークのシンデレラさんありがとうございます。8位ナベネコさんありがとうございます。7位アロマさんありがとうございます。6位スーダンさんありがとうございます。5位アツシさんありがとうございます。4位高島さんありがとうございます。3位エイジさんありがとうございます。2位ラマチさんありがとうございます。1位タク、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待って、マジでギリでごめんね、本当にもうね、学習するわ、そろそろね、そろそろ学習します、ありがとう、また明日、おやすみおやすみ。